どうも皆さんこんにちは、チャックマスターです。本日はですね、こちらのヒルトンアメックスプレミアムカードありますよね、こちらの2023年度版徹底解説やっていきたいなと思います。ということで、前回ですね、こちらの動画でね、マリオットアメックスプレミアムカードの徹底解説ね、2023年度版やらせていただいたわけなんですけども、マリオットアメックスプレミアムカードに比べると、このね、ヒルトアメックスプレミアムカードをね、メインカードにされている方はまあ、ちょっと少ないかななんていうふうに思うんですけども、これからですね、ヒルトアメックスプレミアムカード発行検討されている方、またはね、保有されている方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけど、今回の動画もね、ちょっと長くなると思いますので、時間のところで飛べるようにね、項目つけていきたいななんていうふうに思いますので、まあそちらポチポチやりながらね、利用していただければなと思います。ではね、まず基本スペックね、こういった形になっておりまして、年会費がまず66,000円税込みっていった形になります。で、家族カードが3枚まで無料っていうふうになっておりまして、4枚目以降13,200円っていうふうになります。で、貯まるポイントがヒルトンホテルポイントで、有効期限が2年間っていう風になっているわけなんですけども、こちら加算があれば延長っていった形になります。で、還元率なんですけども、100円で3ポイントがね、貯まるっていう風になっておりまして、ヒルトンホテルでこのアメックスプレミアムカードを利用していただくと、100円で7ポイントがね、貯まるっていった形になります。で、マイルの交換レートなんですけども、ヒルトンホテルポイントはね、マイルの交換にもできるんですけども、かなりね、レートが悪いっていう風になりますんで、1万ポイントで1000マイルっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、ヒルトンアメックスプレミアムカードの場合ですね、ホテルステータスがね、発行するだけでゴールドステータスがね、獲得することができます。またね、年間200万円決済していただければ、ダイヤモンドステータスにね、利用することができまして、こちらの決済集計期間は1月から12月の間に200万使うと、ダイヤモンドステータスがね、利用することができます。またね、年間決済額300万円プラス更新特典ということで、ウィークエンド無料宿泊特典が1枚ね、もらえます。またね、更新特典としてもう1枚ねもらえるっていう風になりますんで、ヒルトンアメックスプレミアムカードで年間300万円ね決済してカード更新し続けていただければ、毎年ね2枚のウィークエンド無料宿泊特典が獲得することができます。で、 HPCJ の優待特典ということで、こちらはですね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうね、日本の国内のねヒルトンホテルでお得に利用できるね有料プログラムなんですけども、こちらプレミアムカードの場合は初年度年会費無料で利用できて、2年目以降は1万円で利用することができます。で、空港ラウンジが同伴1名までね利用することができて、こちらね、クレジットカードラウンジっていうのが各空港とのね利用することができます。で、保証関係ですね、旅行保険、利用付帯になっておりまして、航空便のね遅延保証とかもあります。またね、プロテクション一覧ですね、ショッピングオンラインリターンスマホキャンセルオーバーアシストということで、こちら全部ね付帯しております。またね、帰国時手荷物宅配とかですね、京都のねお寺なんかも観覧無料、お茶サービスとかもね利用することができて、発行元はねアメリカンエクスプレスっていった形になります。まずね、年会費からね見ていきたいなと思うんですけども、年会費はプレミアムカードの場合は66,000円ということで、かなりね年会費が高いクレジットカードっていう風になります。このプレミアムカードに関してはですね、年会費はね非常に高いんですけども、年間200万円を決済すればヒルトンダイヤモンドステータスをね獲得することができるっていう風になりますんで、ヒルトンダイヤモンドっていうのはヒルトンホテルの中での一番上のねステータスが、この年間200万円っていうねハードルを超えていただくと利用することができるんですよね。マリオットアメックスプレミアムカード、年会費 49,500円ですけども、プラチナステータスになるのに年間400万円必要なんですよね。それに代わってこのヒルトンアメックスプレミアムカードは200万円でね、ヒルトンホテルの一番上のねステータスが獲得することができるっていう風になりますんで、年間200万円を決済できる方でヒルトンホテルがね好きな方に関しては、これヒルトンアメックスプレミアムカードっていうのはね非常にねおすすめのカードっていった形になります。逆にね、200万円年間決済額を集められない方に関しては、このね年会費が6万6000円するねプレミアムカードはですね、ちょっとねもったいないのかな
っていうふうに思います。200万円で決済いかない方はヒルトンアメックスの、ね、一般カードっていうのは年会費1万6500円でね維持することができて、発行するだけでねプレミアムカードと一緒でゴールドステータスがね獲得することができるっていうふうになりますんで、もし届かないよっていう方はですね一般カードの方がねいいのではないのかなと思います。またね家族カードがね3枚まで無料で発行することができるっていう風になりますんで、本会員のねカードを合わせて4枚までね、家族カード発行することができますので、家族みんなでヒルトアメックスプレミアムカードをね利用してポイント一気に貯めて利用するみたいなね、まあ、そういった利用の仕方もですね結構いいのかなと思います。またねこの家族カードのね決済額っていうのもこの年間200万円でダイヤモンド300万円で無料宿泊特典ねもらえますけれども、これのカウントにもね入るっていう風になりますんで、決済集めるっていうのもですねいいのではないのかなと思います。それでは次に貯まるポイントですね。ヒルトンホテルポイントがね貯まっていくわけなんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードは還元率が 3% っていう風になっておりますんで、100円決済で3ポイントがね貯まっていきます。またヒルトンアメックスでヒルトンホテルでね利用するとさらにねポイントが多く貯まって、100円につきね7ポイントが獲得することができるっていった形になります。でこのねヒルトンホテルでヒルトンアメックスプレミアムカードをですね使った場合のポイントの獲得計算方法なんですけども、ちょっとねこちらはややこしいんですけども、このヒルトンアメックスプレミアムカードっていうのは100円決済で7ポイントがつきますよね。このポイントに関しては総額に対して100円につき7ポイントが貯まります。ですのでホテルでね1万円支払った場合は100円につき7ポイントなんで 7% ですよね。ですのですなわち700ポイントが獲得することができるんですよね。でヒルトンホテルにはですね1米ドルごとに10ポイントがね貯まる会員特典があるんですよね。でまたヒルトンのダイヤモンドステータスとかになるとですねさらにね 100% ボーナスとかもついてくるんですよね。ですのでダイヤモンドステータスでヒルトンアメックスプレミアムカードをヒルトンホテルで、ね、利用した場合は1米ドルごとに10ベースポイントが貯まって、さらに10ボーナスポイントがね貯まるっていった形になります。でこのポイントはですねサービス料とか税金とはね差っ引いた金額に対してこのね1米ドルごとに10ベースポイント10ボーナスポイントがね獲得することができるっていう風になりますんで、先ほど総額が1万円だったんですけども、サービス料と税金抜いたら8500円だったっていう場合は、この8500円に対して1米ドルごとに10ベースポイント10ボーナスポイントがね獲得することができるんですよね。また1米ドルごとにっていう風になりますんで、その時のドル円のレートとかにもね寄ってくるっていう風になります。仮に1ドルね130円だった場合は、8500円という風になりますので、650ベースポイントプラス、650ボーナスポイントが獲得することができます。ですので合計すると1300ポイントが、ね、獲得することができて、冒頭の、ね、100円につき7ポイントの700円分を、ね、足していただくと合計2000ポイントが、ね、獲得することができます。でさらにですねちょっとステータスの、ね、特典は後でまた話すんですけども、ダイヤモンドステータスになってダイヤモンドで滞在していただくと、まあ、ホテルブランドごとによって250ポイントから1000ポイントがねもらえるマイウェイボーナスっていうのがあるんですよね。でヒルトンホテルブランドのヒルトンホテルでね利用していただくと1000ポイントね追加っていう風になりますんで、全部合計すると3000ポイントをね獲得することができるっていった形になるんですよね。このねヒルトンホテルでヒルトンアメックスプレミアムカードで支払ってね、まあ、ある程度はですねポイントの計算は、まあ、できる方がねいいのかなと思います。まあこの多くねポイントがもらえてる分にはねいいんですけども、このポイントもね間違ってくることもねあるっていう風になりますんで、まあ、ある程度ね計算できないと、まあ、間違ってますっていうね指摘ができないとねそのままになってしまいますんで、まあ、できればねある程度の計算はねできた方がいいのかななんていう風に思います。それでは次にですね、こちらはアメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードっていう風になりますんで、アメックスのクレジットカードっていうのはポイントが満額で取れる決済先、半分になる決済先、ポイントが全く取れないね決済先っていうのがあるんですよね。でポイントがまずね全く付与されない決済先は NHK 楽天 ID のチャージ、スマートイコカ、アップルペイ7個、モバイルパスモ、モバイルスイカ、ワオンチャージ、各種団体の寄付ということで、こちらに関しては一切ポイントがもらえません。ですのでいくら使ってもねここに利用してもポイントもらえないんですよね。
で、またですね、ポイントが半減する決済先ということで、各種電気、ガス、水道、あと国税とかね、ちょっとこれに出しておきますけれども、かなりの多くね、ポイントがね、半減するっていう風になりますんで、ヒルトアメックスプレミアムカードは100円につき3ポイントがね、もらえますよね。まあ、半減するっていう風になりますんで、200円で3ポイントっていった形になります。まあ、こういった形でですね、決済先によって、このね、ポイントが満額取れたり、半分になったりね、いたしますので、この点はね、本当に注意していただければなと思います。特にね、スイカチャージとかね、パスモチャージとか、ナラコワンとかね、ここら辺はね、ゼロっていう風になりまして、まあ、特にスイカ、パスモね、ここら辺利用される方ね、かなり多いと思いますので、もしね、ここら辺でよく利用して、ポイントね、逃しているっていう方は、私の動画でね、よく紹介させていただいている、この BO さんですね。こちら無料で発行ができて、アメックスからもね、チャージして、ポイント満額が取れる。またね、こちら 3D セキュアにも対応しておりますので、スイカにもね、チャージすることができるっていう風になりますんで、こちらについてはですね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、こちら経由していただいて、チャージね、していただければなと思います。それでは次に、ヒルトンホテルポイントの利用先についてなんですけども、ヒルトンホテルのね、ポイントの利用先っていうのはですね、一応ホテルのね、クレジットに交換することができたり、マイルに交換することができたり、またね、ヒルトンホテルポイント体験っていう、ポイントを使って入札してディナーチケットとかヒルトン自体がですね体験イベントをね企画してるんですけども、そういうのに入札するみたいなね、まあ、そういった利用方法があるんですけども、基本的にですね、このホテルクレジットに交換したりとかマイルに交換するっていうのは非常にレートが良くありませんのでお勧めできません。本当にマイルの交換とかですね、1万ポイントで1000マイルとかね、そのぐらいのレートになってしまいますんで、本当にね、最終手段でもう使い道がないから、もうヒルトンホテルね、もう利用しないみたいな感じで、もうやめる時だったらね、いいと思うんですけども、基本的に、おすすめはね、できないって言った形になります。ヒルトンホテルのね、一番おすすめは、ヒルトンホテルのね、宿泊で利用していただくのがね、おすすめって言った形になります。またね、ヒルトンホテルのポイントを、ポイントで5連泊すると5泊目無料特典っていうのがですね、ございますので、できればですね、ポイントをたくさん貯めて、ポイントを一気に使って5泊目無料みたいなね、まあこういった感じでね、利用していただくのがね、おすすめっていった形になります。またね、ヒルトンホテルポイントっていうのは、複数のアカウントからですね、ポイントをプールして集めて利用するみたいなね、まあ、そういったことも利用できますので、友人の方とかですね、みんなでポイント集めて利用するみたいなね、そういった使い方もね、おすすめっていった形になります。で、ヒルトンホテルのポイントの有効期限なんですけども、基本は2年間っていった形になります。ですけども、加算があればね、延長っていう風になりますんで、もしね、ヒルトンアメックスのクレジットカードを使ってる方はですね、特にね、有効期限をね、気にしなくて OK です。で、カードを持っていなくて、有効期限がね、ちょっと死にたいっていう方はですね、こちらね、PC サイトになってしまうんですけども、ヒルトンのね、PC サイトで、まあ、こちら概要欄に載せておきますんで、このページに行っていただいて、ここをね、過去12ヶ月にしていただいて、アップデートをしていただくと、最後のね、ポイント獲得がね、出てくるっていう風になりますんで、ここからね、2年間っていう風になりますんで、一応ね、ポイントの有効期限のチェック方法はこういった形になりますんで、気になる方はですね、覚えておいていただければなと思います。まあ、ヒルトンホテルポイントっていうのは、購入することもできるっていう風になりますんで、もしね、有効期限やばいってなったら、ちょっと購入すればですね、延長されるっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にホテルステータスについてですね。こちらのヒルトンアメックスプレミアムカードは、格好するだけでゴールドステータス、年間200万円使っていただくと、ダイヤモンドステータスに、ね、なることができます。まずね、ゴールドステータスですね。全部の特典はね、こういった形になりまして、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、大きい特典は客室のアップグレード、朝食2名分無料、80% のボーナスポイント、で、無料 Wi-Fi、で、リゾート料金無料、ボトルウォーターということで、私が思うね、大きい特典はね、ここら辺からなんていうふうに思うんですけども、ヒルトンホテルはですね、リゾート料金がね、無料なんですよね。これ非常にね、ステータス特典として私はねめちゃくちゃいいなと思ってるんですけども、ヒルトンホテルっていうのはポイントで宿泊しますよね。でリゾート地、まあハワイとかニューヨークとかね、観光地で有名なところありますよね。ああいうところだとですね、リゾート料金って言ってポイントで宿泊してもね追加いくら払ってください、まあ1泊30ドルとか20ドルとかね請求してくることがあるんですよね。マリオットとかね特にあるんですけども、ヒルトンの場合はですね、このリゾート料金がステータス特典で無料になってるんです。
んですよね。ですのでポイントでハワイのホテルね利用したとしても基本的にねこのリゾート料金とかね取られずにねポイントで宿泊することができるっていう風になりますんで、まあ私去年ね、いろいろ利用させていただきましたけども、利用して現金をね、請求されたのは本当に税金だけっていう風になりますんで、ヨーロッパ以外ではですね、特にね、請求ありませんでしたので、この特典はね、非常にいいなという風に思います。で、ステータス特典にね、このボトルウォーターっていうね、ペットボトルのお水の特典が記載あるんですけども、これね、あったりなかったりいたします。ハワイのね、ハワイアンビレッジのヒルトンホテルとかね、こちらなかったりして、ステータス特典であるんじゃないのかななんていうふうに思って聞いたら、まあ、ないっていうふうになりますんで、これはね、ホテルによってね、利用できなかったりもいたします。で、次にね、ダイヤモンドステータスですね。ダイヤモンドステータスは、ヒルトンホテルのゴールドステータスの特典に加えて、こちらですね、100% ボーナスポイント、客室のアップグレード、こちらスイートルームを含むっていった形になります。で、クラブラウンジとプレミアム Wi-Fi、エリート資格の贈呈、こちらは660泊を達成した場合は、ゴールドステータスをね、友人にあげたり、また100泊で達成したらダイヤモンドステータスをね友人にあげたりねすることができます。またねダイヤモンドステータスの延長っていうね特典もありまして、こちらねかなりハードル高いんですけれども、3年間ねダイヤモンドステータスを維持してまた25泊滞在をしてまた50万ベースポイントをね獲得した方はステータスをね1年間延長することができたりするんですよね。まあこちらハードルが高いんで、まあ、なかなか利用することはないと思うんですけども、まあこういった感じでね利用することができます。で、先ほども言ったね、ダイヤモンドステータスになると、ダイヤモンドマイウェイ特典っていうね、特典がありまして、こちらホテルブランドごとによって250ポイントから1000ポイントのね、ボーナスポイントがもらえるっていった形になります。ダイヤモンドのね、大きい特典としては、まずね、客室のアップグレードがスイートルームがね、対象になるっていうことですかね。まあこちらもね、マリオットアメックスの時と同様に、言っておりますけども、毎回ね、スイートルームにアップグレードされるなんてね、そういったことはね、ありませんので、まあ私もね、何度かスイートルームね、上げていただいたことはありますけども、毎回っていうことはございませんので、この点をね、勘違いしないようにしてください。で、次にね、クラブラウンジの利用ですね。ダイヤモンドステータスになるとですね、クラブラウンジがね、利用することができるっていう風になりますんで、まあそこでね、軽食とかお酒とかもね、楽しむことができます。このクラブラウンジの有無に関しても、ホテルによってね、変わるっていう風になりますんで、もしね、このクラブラウンジをね、目当てでホテル利用したいっていう方は、事前にね、ブログとかね、検索していただくと、ラウンジね、出てくるかななんていう風に思いますので、この事前情報のチェックはね、確実にしていただければなと思います。ヒルトンホテルブランドだったらラウンジあるだろうと思って行ってなかったらね、結構残念な思いするかななんていう風に思いますので、この点はね、注意してください。それでは次にですね、このヒルトンホテルのステータス特典にはですね、レイトチェックアウトっていうのが記載がないんですよね。ですけども、レイトチェックアウト自体はね、利用することができます。で、このレイトチェックアウトはですね、ステータス特典にね、入っておりませんので、時間もね、空室次第で利用することができたりできなかったりね、するっていう風になるんですよね。で、ホテルによってはですね、ゴールドだったら3時、ダイヤだったら4時みたいなね、そういった分け方もね、してるホテルもね、あるみたいなんですけども、基本的に空室状況によってね、利用できるかどうかね、決まってくるっていう風になりますんで、マリオットのね、プラチナステータスとかだとね、16時までのね、保証がね、規約で書いてあったりするんですけども、こういった記載はね、ヒルトの場合はございませんので、この点はね注意してください。で、またですね、ヒルトンのゴールドダイヤについている朝食特典についてですね、こちらは今現在ですね、アメリカの国内のヒルトンホテルに関しては全てホテルクレジットにね切り替わっております。またね、モットーホテルっていうホテルブランドも全てねホテルクレジットに切り替わっております。こちらはね、十分注意していただければなと思います。特にね、もう海外にね、普通に行けるようになってきましたので、アメリカ国内のね、ヒルトンホテル利用してみたいって思ってる方もね、いらっしゃると思うんですけども、アメリカ国内のね、ヒルトンホテル系のブランドのホテルは全部ね、ホテルクレジットに切り替わっておりまして、こういった形になります。ブランドごとによってね、お金も変わってくるっていう風になりますんで、まあ、普通に見ていただければわかると思うんですけども、これだけでね、朝食の代わりにはね、全然ならない金額っていう風になりますんで、この点をね、注意してください。この対応が始まったのが2021年の7月ぐらいにね、試験導入されて、そのままずるずるね、2022年延長になりまして、2023年も延長になって、モットーホテルブランドも追加になってっていう風になりますんで、今後ね、このヒルトンホテルの
ゴールド、ダイヤのね、朝食特典に関しては、もしかしたらなくなってしまうかもしれませんし、このままね、しばらくずるずる続いていくかもしれないし、ちょっとね、この点はわからないっていう風になりますんで、またね、速報がございましたら、私のチャンネルでね、扱いたいなという風に思いますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。それでは次に、年間のね、決済額による特典と更新特典についてですね、ちょっとね、ヒルとアメックス一般カードの話をさせていただきたいと思うんですけども、一般カードの場合は、年間150万円の決済とカードをね、更新していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典が一泊ね、もらうことができます。プレミアムカードはですね、年間200万円を決済していただくと、ダイヤモンドステータスがね、獲得することができますよね。こちらの集計期間が1月から12月の間に200万円を決済していただくと、ダイヤモンドステータスがね、獲得することができて、300万円をね、決済していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典が1つね、もらえます。で、またね、カードを更新するだけでも、ウィークエンド無料宿泊特典ね、もらえるっていう風になりますんで、ヒルトアメックスプレミアムカードに関しては、合計2枚ね、ウィークエンド無料宿泊特典がもらえるって言った形になるんですよね。で、どっちもですね、こちら、決済だけ積めば利用することができるのではなくて、決済をしていただいて、カードを更新しないと、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、利用することができないっていう風になりますんで、プレミアムカードで300万円決済しますよね。決済したらすぐウィークエンド無料宿泊特典が来るわけではなくて、カードを更新した後にね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。カードをね、300万円決済したらすぐもらえるわけではございませんので、ご注意ください。またね、もらえるのはウィークエンド無料宿泊特典ということで、平日利用することができません。で、この平日の区切りなんですけども、月曜から木曜までが利用することができなくて、金、土、日の宿泊で利用することができます。またね、除外日とかね、スタンダードルーム特典の対象の客室が空いていればですね、利用することができるっていう風になりますので、まあこちらも枠があるんで、もし枠が埋まってたら利用することができないんですけども、この日だったら利用できないみたいなね、っていうのはありませんので、枠さえ空いていれば、大晦日とかでもね、利用することができます。で、対象のホテルなんですけども、基本的にほとんどのホテルがね、対象なんですけども、公式サイトがね、ありますので、こちらに記載のあるホテルは対象外っていう風になりますんで、これ以外のホテルであれば、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは利用することができます。私もね、2022年ね、こちら実際に利用させていただいたんですけども、このモリーブね、行った時にこちらで利用させていただきましたので、このホテルが1泊10万とか15万とかね、しましたので、こちらはね、海外のね、リゾート地で利用していただくのはね、非常にお勧めっていった形になります。まあ国内であればですね、国内にあるね、ヒルトンホテルであれば、基本的にね、どこでも利用できますので、コンラッド大阪とかね、六京都とかね、ここら辺の現金決済でね、高いホテルで利用していただくのがね、お勧めっていった形になります。またね、ウィークエンド無料宿泊特典ということで、週末しかね、金土日しか利用できないんですけども、こちらね、コロナの特別対応で、2021年と2022年に関しては、平日でもね、利用することができました。2023年に関してはですね、まだね、詳細が出ておりませんので、ここはちょっとね、わかんない部分ではあるんですけども、今年から多分ね、平日しか使えなくなるんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますので、こちらね、取得した方はですね、ぜひね、デスクの方にね、聞くときに平日が使えるかどうかはね、チェックしてから利用してください。またね、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、ヒルトンホテルからメールで来るっていうふうになりまして、予約もウェブからではなくて、電話して予約っていうふうになりますんで、おそらくね、今後はウェブでできるようになっていくと思うんですけども、昨年まではですね、電話でね、予約が必須っていう風になりますし、ヒルトンからメールで来るっていう風になりますんで、これね、埋もれてしまうとですね、いつもらえたかわかんなくなってしまいますんで、この点もね、注意していただければなと思います。それでは次に、プレミアムカードの場合は、年間200万円決済していただくと、ダイヤモンドステータスになりますよね。で、このダイヤモンドステータスが、どれぐらいダイヤモンドステータスでいられるのかっていう期間なんですけども、こちらね、マリオットアメックスプレミアムカードにね、話した時と同じようにですね、アメックスが保証しているのは1年間っていう風になるんですよね。ですので、公式サイトとかだとですね、達成後の翌年の年末までとかね、まあ、こういった感じの書かれ方をされてるんですけども、ヒルトンホテルのね、
ね、ステータスの切り替わりは3月末っていう風になりますんで、基本的にこちらダイヤモンドステータスを達成した翌々年の3月末までね、利用することができるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。それでは次に付帯特典についてですね。まずね、クレジットカードラウンジなんですけども、同伴1名までね、利用することができるっていった形になります。この同伴1名無料っていうサービスはですね、家族カードにもね、適用できるっていう風になりますんで、ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は本会員が1枚、家族カードが3枚までいけるっていう風になりますんで、合計4枚ですよね。ですので1枚に対して全部同伴1名までいけますので、8人まで利用することができるっていった形になります。で、旅行保険もですね、付帯しておりまして、こういった形のね、保証になっておりまして、またね、遅延保証とかもね、利用することができるんですけども、全てね、利用付帯っていう風になりますんで、何かに決済を行わないとですね、対象にならないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。このアメックスのね、利用付帯っていうのはハードルがね、非常に低いので、もしね、利用されたいっていう方は、出国後現地についてですね、現地の空港から最寄りのね、ホテルとか行きますよね。その時に公共交通機関利用すると思うんですけども、そこで決済していただければですね、もうね、対象になるっていう風になりますんで、結構簡単にね、対象にすることができますので、ぜひね、こちら活用していただければなと思います。まあ、個人的にはですね、2023年3月現在まだね、コロナがね、はびこっておりますので、個人的には海外旅行保険ね、今そんなに高くないんでね、別途入っていくのがね、おすすめっていった形になります。それでは次に手荷物宅配サービスですね。ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は1個ね、無料で帰国の時に、ご自宅とかにね、スーツケースとか送っていただけるっていう風になりますんで、こちらね、クレジットカードを持っていくっていうのと、その日の搭乗券を持って JAL の ABC カウンターにね、行っていただくと1個無料でね、配送していただけるっていう風になりまして、アメックスの場合はゴルフバッグもしくはスーツケースしかね、受け付けてくれませんので、この点はね、注意してください。で、対象空港はですね、ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は羽田、成田、関空、中部ということで、羽田空港もね、利用することができますので、この点ね、覚えておいてください。で、それ以外の付帯特典ですね。まず、ショッピングプロテクション、購入後の破損盗難を保証ということで、購入日から90日以内ですね、最高500万円まで、こちらね、保証していただけます。こちら面積はね、1万円かかるっていう風になりますので、この点をね、注意してください。で、次にね、オンラインプロテクションですね。オンラインプロテクションは、不正利用とかね、あった場合にアメックスがね、利用金額を負担していただけるっていうサービスですね。で、次にリターンプロテクションですね。購入して返品したくなったっていう時に、返品を受け付けてくれない時ですね、購入から90日以内であれば 1商品につき3万円相当までアメックスがね、購入金額をね、払い戻してくれるっていうのがリターンプロテクションですね。で、スマートフォンプロテクションっていうのもありまして、まあ一応ね、このヒルとアメックスプレミアムカードにはスマートフォンプロテクションね、ついているんですけども、こちら結構ね、弱いプロテクションになりますんで、これだけでね、保証できるとは思わない方がいいと思います。こちら修理代がね、3万円までしか出なくて、まあスクリーン割れとかもね、対象になったりするんですけども、購入から2年間限定であったり、通信費をですね、その直近の3ヶ月以上ね、継続して支払ってないと対象でなかったりですね。またね、自己負担金も1万円かかったりいたしますので、まあこれはね、一応ついてるよ程度にね、思っておいていただければなと思います。またね、キャンセルプロテクションっていうのもついておりまして、急な出張、病気、怪我とかね、こういった時にですね、コンサートとかね、そういうのに行けなくなった時にアメックスがね、負担してくれるっていうサービスですね。こちらコロナが始まった時にですね、非常にね、これで助かったって方がね、いらっしゃいましたので、かなりね、いいサービスだと思います。またね、オーバーシーズアシストということで、まあこちら名前の通りですね、旅行先から、レストランの予約であったり緊急のね、支援とかも24時間無料でね、利用することができるっていう、オーバーシーズアシストもこちらね、ついているっていった形になります。ということで、今回ですね、ヒルとアメックスプレミアムカードね、徹底解説させていただいたわけなんですけども、まあ基本的にですね、ヒルとアメックスプレミアムカードね、おすすめできる方は、まあ冒頭に言った通りですね、200万円ね、決済集められる方に関しては、こちらね、ヒルトンの最上級ステータスがね、決済額だけで、利用することができるっていう風になりますんで、この点はね、非常におすすめポイントっていう風になりますかね。これがね、200万円で利用できるっていうのはね、かなり大きいですよね。マリオットとはね、400万円ですからね、プラチナステータスで。
ですんで、それに比べるとね、ハードルはね、かなり低いっていう風になりますんで、ヒルトンホテルが好きな方で、年間200万円ね、決済積める方に関してはね、かなりおすすめのクレジットカードっていう風になります。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてみると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。